今日の閣議は院内でありましたが、特別電力需要のことに関する会議が、閣議前にありましたけれども、それは、今日発表になると思いました。閣議では特別ございませんでした。でその他に私の方から2つのポイントをお話したいと思いますけれども、1つは、10月18日の参議院で、文部科学省に対して質問がありました、当選閣の件ですけれども、東京都専修学校各種学校協会の問題ですけれども、それはずっと役所の方でフォローしておりまして、結論は結構まだ出てませんが、大変背後が結構複雑というかですね、かなりしつこくヒアリングをしてもらっていまして、逐一報告を受けております。でなかなか実態が分からなかったんですけれども、要するに旅費などのですね、未執行経費、架空計上ですけれども、これの請求が確認されました。それから、教会の事務処理等の内部の統制にも問題があったということやら、その他相当いろんなことが分かってきているようでございますけれども、であとポイント的にはですね、この人材育成事業の他の29の事業についても同様の問題がないかどうか調査を徹底的に良くするようにという指示をしてございます。で文科省としてもこの事業における執行の手続きの再点検を行いたいというふうに思います。で結果はもちろん厳正に対処しなきゃいけないんですけども、予算の事業としてはこれは継続しておりますので、全容がしっかりと明らかになった段階で見直しをしたいというふうに思っております。結構複雑な組織だということが分かってきました。でこれが1点目でございまして、それからもう一つはですね、大学設置の今後の大学設置の認可のありようについて、将来のために全体的にですね、抜本的な見直しをするということを決めました。大学の問題で、これは要するに設置審そのものについてですね、抜本的にしっかり見直したいと思います。その理由は戦後67年経過しておりますけれども、大半が大学同士がですね、委員として違う方も入っておられますけれども、大学同士がお互いに検討しているということもありますし、一番大きなことは大学の数が全国で約800あるんですね。私は全国の地図を書いてもらって、そこに各県別のどれだけの数があるかと一目瞭然のものを事務方に作ってもらいまして、それを見ましたけど約800弱、ちょっと弱ですけど、あるんですね。すごくたくさんこの戦後作られてきているわけですよね。で量よりも質ですし、その理由は少子化ってこともありますけれども、教育の質、大学教育の質自体がですね、かなり低下してきていると。そのために就職が不可能ということもあったりとかですね、いろんな就職できない理由がそれだけでもちろんありませんけれども、そういうことにもつながっているということがあります。それから運営のこれだけ数がありますと、学校同士、大学同士の競争も激化していたりして、運営にですね、問題があるというところはしょっちゅう皆さんがご指摘なさっている通りですし、私ども国会議員、各議員が、閣僚もこの間話してそうなんですけども、何のために格好があるのかとか、生徒がいないとかですね、経営危ないんじゃないかとかいうことは皆様も随分お気になることが多いというふうに思います。ですからその定数不足で、私の知っているあるところなんかは、とにかく倒産を防ぐために海外からとにかく来てくださいと言って呼んでいるところもありますし、堀越学園のケースはもうご存知だったふうに思いますが、8年間で40億円もの借金を作っているわけですね。でこういうことが額はこんなに大きくないかもしれませんが、全国にある中で67年間またこの後も同じようにですね、設置審にお任せしてやっていくということがいいかどうかということはもう日を見る明らかですから、設置審そのもののありようについてですね、抜本的に見直したいと思います。たまたま昨日だったと思いますけど、会計検査院からいろいろな各省庁に対する指摘があったんですが、その中で財務省からも大学の削減ということも指摘をされております。それも復元したいと思います。で今回のこと、具体的な数字とお知りになりたいでしょうか。でこれは4種類あってですね、取り下げとか、それから
まあ、不認可もありますし、保留もあるし、それから設置の許可、認可、大体この4つあるんですね。で、今回は不認可が1つ、取り下げが1つ、それからご住民の方から取り下げられたのが1つ、それから保留が5つ、これは12月までに決めるんだと思います。設置の認可がですね、16につきましては既存の4年制大学もうすでにあるものが学部の編成なんかをしたいということですから、それには柔軟に対応していきます。もうすでに大学になっております。あと他に3校ありまして、これは短大なんです。3校とも短大を廃止して4年制に、ぜひ新設をしたいということですので、これは残念ながら認可するわけにはいきません。それで、まあ、今日も文部科学委員会でも読み上げましたし、皆様にも冒頭から私が申し上げていますけど、日本はやっぱり個人の多様性をもっと大切にしていって、本当に学力のある本当の学力のある人間が自立していく社会を作らないといけないと思います。単にその学歴だけがあっても、実際本当に就職してもすぐ転職してしまうとか、生きがいにつながらないとかいうことではなくてね、自分探しをやっぱりする場が小学校、中学、高校、私は高校の頭ぐらいまでに自分の将来性がこういうことを仕事をしたいなとか、こういう研究をしたいなとか、こういう技術を身につけたいなということが気づくといいと思います。某新聞のデータを見ましても、日本は世界の先進国の中で自分探しがかなり遅い方で、大学を出て就職の頃になっても自分の適性は何かわからないという人が多いというようなことも載っていますけれども、そういうふうなこともあります。で、あとはたまたま先週でしたっけ、高等専門学校の創立50周年にお招きいただいたんですけれども、ああいう学校や専門学校も非常に就職率もよろしいですし、生徒さんたちが生き生きしているところ、私実際にそういうところに行ったこともありますけれども、そういう道もあるということをですね、やっぱり早いうちから、自分は何が向いているか、何が好きかということを見つけることもできることがいいというふうに思いますので、ただいまそのような結論を下したというところでございます。以上です。ありがとうございます。感じたからお伺いします。ごめんなさい。大臣が国会答弁を重ねるのはもう10年ぶりだと思うんですが、はい、抱負といいますか、思うところにございましたら。別にありません。はい、そうです、平常心というか、はい、あと前原さんの事務所費の問題なんですけども、野党側は前原さんの説明に納得されてないようなんですが、これについての大臣のお考えですか。他の議員のことはコメントいたしません。幹事社から以上です。各社さん。大臣、共同通信の黒田ですが、はい、先ほど その大学認可の話、設置審を抜本的に見直すというのは、設置審 そのメンバーの選び方とか、そういうことを見直すということ、それも ありますけども、それもワンの全部でしょうけども、どういうやっぱり大学を作っていくことが日本の社会のそれから世界に貢献するかというふうな視点がですね、もう67年間も同じようなルーティンワークであるとですね、やっぱり探せないところが気づかないところもあると思うんですね。ですから違った視点で大学生自身って大変影響力があると思いますので、どういうふうな人材を作りたいかとかですね、そういういろんな多様な視点の方が入ってくださるようにすると、主に大学同士でやっていると遠慮もあるかもしれませんしですね。すみません、それは日経新聞の後で、はい、それはいつぐらいをめどにその抜本的な見直し作業を進めていく、できるだけ早い方がいいというふうに思っていますけども、人選なんかも時間もかかるでしょうし、それからどういうふうなものをしたいかということについてもですね、どういうふうな設置にしたいかというビジョンもあると思いますから、やっぱりそれについてもやっぱりいろいろ意見を聞きながらですね、速やかにとは言いながらも慎重に進めなければいけないというふうに思います。どうぞ。委員 のメンバーを交代させることは個々のケースを見ないとですね、今は即答はできません。この方がいいとか悪いとか、そういう個人的な問題ではなくて、設置心というものがどうあることがより50年100年後のためにいいかと
ということです。そもそも有識者の審議にかけてですね、その結果を尊重して設置の認可を決めるという仕組み自体は残しているか、それも含めてですね、いろんな方の意見を聞いてみないと、まだ副大臣等にもこの話は伝わっているかどうかよく分かりませんし、ただ官房長官とか総理にはご報告をしてあるんですけれども、ですからやっぱり幅広くいろんな方から意見を聞いて、どういう設置審が理想かということも考えながらいけないというふうに思います。大臣、すみません、ですけども、大臣のご認識としては今大学は多すぎるというような、はい、でさらにここから増やしていくというのはなかなか難があるというようなお考えなんでしょうか。多すぎるというか質の問題でですね、前からそういう認識は持っていましたけれども、最近頻繁に、例えばその堀越学園は極端なケースかもしれませんけれども、それに類似していることもあるというふうに思いますし、この間中央大学でしたか、理事長の方の お知り合いのお孫さんかなんか、そういう話があったりとかですね、やっぱりまず公立がどうあるべきかとか、私学がどうあるべきかとか、短大っていうのはそもそも今の時代作られた時はそれなりの意味があったんでしょうけれども、なんで4年生にしたいのかとかですね、短大があった方がいいのかとか、それから地域性もあると思いますね。それだけのニーズがあるかどうか、学校側は経営者の視点があるわけですからね、それだけのやっぱり需要が本当にあるのか、それからその地域の交通の利便性で遠隔地からでも速やかにその学校に通学するような人がいるのかどうかとか、そういうことが詳しく分析をしてですね、行くような設置であってほしいと思うんですよね。ですから、どれですか、それがたまたま私が実際に作ってもらった図なんですけど、グラフもありますけれども、ちょっと小さくてご覧になれるかどうか、こういうふうに全国にあるんですよね。だから人口比もあるし、それから少子化もあるでしょうし、それから地域が特色、見えますか、特色のある地域、産業地域なのか農業なのかですね。で全体から言うと日本中どこでもニーズがあるのは、お医者様、医者不足、看護婦不足とかですね、いろいろ言われていますけれども、そういうことを全部トータルで立体的に勘案して、なるほどねと思うようなものがあって、しかも地域からも国全体からも交通が便利であればですね、そこに寮があれば、あるいは遠くても通っていくかもしれませんしですね、そういう主体的に選べる、そして結果が出る大学というのが必要じゃないでしょうか。文部科学省、これまでその大学設置認可について、事前規制から事後チェックへっていうですね、方針でこれまで進めてきたんですが、はい、それをまた再び事前規制という方に舵を切ると思います。規制ということではありませんけれども、事後でやっても今トラブルが多すぎるというふうに思いますよね。実際に社会面にぎわせているようなことをご覧になってもそう思われませんか。規制ということではありません。イノベーション、改革と思ってもらった方がいいと思います。毎日新聞です、はい、設置審のあり方の話し合いはですね、はい、まずは省内で行うということです。それとも何か検討会を作って、まあ検討会の方がいいかもしれませんね。省内でもいろいろ知恵はありますけれども、あまねく天下のいろんな方たちの意見を聞いてですね、修練していく方がいいと思いますけど、そうそう時間は永久にかけられませんけども、今の設置審の方々の中にも問題意識を持っている方もおられると思いますので、まずそういう皆さんの意見も聞かなければいけないと思います。事後チェックの方は、はい、事後チェックの体制の方は強化しているのか、そちらも並行してできればいいですけれども、あんまりエネルギーが分散するといけませんから、両方並行してやらなきゃいけないんでしょう、はい、よろしいですか。ありがとうございます。